メカです。ピンク、ラテ、ティー、ビー始まるよ、イエーイ。はい、今日の企画は受験生の1日に密着、イエイエーイ。私は中学3年生なので私の1日に密着しましょうっていう企画です。今日は模試に行きたいと思います。なので車の中で3年間の学習内容の要点がわかる理科の要点ガイドを読みます。そしてここは雪で滑ってこけちゃいました。はい、模試に向かいます。バイバイ。今ご飯を食べ終わりました。ごちそうさまでしたみたいな感じで、もうすごく美味しくて私の心にすごく残ったのが鶏肉で、本当に今日は命のありがたみ、鶏ありがとうっていう、私も生まれてきてよかったなっていう感じる一品でした。鶏の命にも感謝だし、自分の命にも感謝だし、産んでくれた母にも感謝、もう人生の最大の幸せを感じれるような一品でした。はい、もうあ、すごい、あ、ごめんなさい、すごく美味しかったです。ということで勉強に、いつも模試の後は勉強したくないから、もう今日は6時間頑張ったからいいかなみたいな感じでしないんですけど、マジで実験が近いので、本当に近いのでやります。まず模試の答えが配られるんですね。見直しをささっとしていきます。そしてお風呂に入ります。英語時間やばかった。なんかいつも時間やばいんだけど、数学マジで急いでやったからギリギリセーフだったけど、英語が本当にやばかったです。はい、ということで見直しをしてお風呂に入ります。バイバーイ。あとこれは剥がれてくるまでなんか3日ぐらいこのままにしてお風呂とか入っていいよって言われたので、剥がしてないだけで秘訣とか言わないで。はい、ということでさっき塾に行って塾の宿題を取りに行ったので、それをやっていきたいと思います。なんか理科と数学合計8ページ結構多いんだけど、それを頑張りたいと思います。当然こんな夜にコーヒーがいいだろう、そんな僕の横でハイボールをひと、あ、やっぱこっちにしよう。パイロット、ハイボールを一口なんて言うんだろう。なんかね、この問題-5×3 とかめっちゃ1年生のあの最初の簡単なところから出してくれてる。で最後の方にめっちゃ難しいのある、難しいのある。真夜中はすぐさ、あ、歌いながらやります。真夜中はすぐそこさ、深夜東京の6畳半、夢を見てた、ああ明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる天皇城に開幕戦打ち上げて、いなくなんないよね、他には誰もいない、他には誰もいないから。ルート14×7、ルート98-8、ルート98って細かくすると素因数分解。ほら、パンドラの箱が開いたね。パラレルが49って7×7=19だから、7ルート2だ。7ルート2引くルート8は2ルート2だから、5ルート2っていう感じで勉強していきたいと思います。イエイエイ。歯磨きの時間ということで、このなんか謎にドラゴンボールな食べられてなかったので、ドラゴン、あ、まあ、ドラゴンボールも別に好きなので、って感じで歯磨きしていきたいと思います。
で朝の歯磨きは結構適当なんですけど、夜の歯磨きって結構時間をかけることが多いので、前に解いてある社会の単語の問題忘れるじゃないですか、解いたって。だから3日に1回ぐらい復習します。これをこうやって見ながら歯磨きをこうこんな感じで、覚え方なんですけど、覚えれなかったこととかあるじゃないですか。例えば第1審の判決に不服があり第2審の裁判所に訴えること、控訴、告訴、どっちこれ、控訴だよね多分、控訴っていうのを覚えられなかったら、控訴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 って何回も言うんですよ。で何回も言った後に問題を何回も第1審の判決に不服があり第2審の裁判所に訴えること、第1審があれはって唱えるんですね。でそしたら次その問題を聞いた時に、あ、コースってなるんですよねっていう感じです。そして勉強だけじゃみんなも勉強嫌いだと思うので、今から歯磨き講座、イエーイ。まず歯と歯茎の間をこんな感じで、この歯磨きの角のところでこうこんな感じで、この歯磨きの方の90度とかで、やった後にこの角をね、こうやってやるから、こう横になるとね、なんだっけ、なんかが取れちゃうから、こう縦にやるんですこうやって縦にね。そしたらこの下のやつも歯磨きの角で歯茎と歯の境目をこうやって、こんな感じで痛っ。あ、そういえば14歳でまだ子供の歯あるって遅いらしいよ。ゆみかだけらしい、知らないけど、なんかまだ奥歯も生えてないんだよね。今日もしでさ、オーストラリアの先住民出たんだけどね、この前覚えたばっかりでね、出て嬉しかったアボリジニーでね、合ってる、ヒスパニックとめっちゃ迷ったのけど、ヒスパニックはどっかの国のどっかの言葉を喋る系の人みたいな。ほら合ってる、オーストラリアの先住民はアボリジニーです。ヒスパニックはアメリカで増加しているスペイン語系の人だって。ほら合ってる、どこかは覚えてなかったけど、ヒスパニックかけて嬉しい、アメヒアとアボリジニー。今日さ、もしでさ6時まで潰れちゃったけど大丈夫かな。なんか皮膚ケアとかお風呂の前の工程とかナイトルーティンに載ってるから、ナイトルーティンを見てください。あと朝ごはんは起きるのが遅すぎて、今食べたら昼ごはん食べれないと思って我慢してお昼に食べました。お昼ごはんをもう日の直前にね。けど朝勉強遅すぎて勉強もしないからできなかったから、今日動画撮っててもただのモーニングルーティンになると思ってなかったお願いします。手を伸ばし抱き止めた嬉しい、うがいができました。できましたっていうか普通にうがいできるんだけど、うがいしたので寝ます。あとちょっと不細工なので隠したいなっていう気持ちがありますけど、見せちゃうっていう。はい、寝る部屋に来ましたっていうことで寝るんですけど、っていう感じで寝る部屋に勉強道具を持ってきて勉強するんです。こんな感じでこうやって読んで、これマジでテストの直前とかに役に立つから、こうやって読みながら、やばい、やばいって思ってドカーン。本当に今日だめ、語彙力なくて本当にごめんなさいです。本当になんか分かりにくかった気がする、ごめんなさいマジで。けど今日の一日の感想、夕食ですね、やっぱりとても命のありがたみを感じましたということで受験生の一日でした、イエイエイ。どうでしたか？
めっちゃ受験生って感じの勉強の仕方でもないんですけど、1年生2年生とサボってきた分受験直前に取り返してる感じです。参考にならないと思うけど、なれば嬉しいです。おやすみなさい。最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。